さて、災害が起こった際、重要な要素に情報の収集・伝達があります。葛飾区では様々な手段で区民の皆さんに情報を伝達します。まずは防災行政無線。区内各所に設けられた防災行政無線のスピーカーより情報の発信を行います。日頃から夕焼け小焼けの放送を行っていますので、音声の聞こえ具合などを確認しておいてください。葛飾区のホームページや電話案内で無線の内容の伝達も行っています。また無線を聞きやすくするため、スピーカーの増設や角度調整なども行っています。また近年の携帯電話やインターネット網の発達にも注目して、情報の伝達方法の重層化を進めています。それは区のホームページやツイッター、フェイスブック、安全安心情報メールの発信などです。これらはリアルタイムに情報を伝達する手段として注目されていますが、区ではこれを災害発生時にも活用します。葛飾区の公式ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどでは随時災害情報が発信されますので、アクセス方法などを平素から確認しておいてください。また安全安心情報メールを受信するには登録が必要となりますので、事前の登録をお願いいたします。また葛飾区では区内全域を結ぶ情報網の確保にも努めています。それは避難所や区内の企業などに設置してある行政無線。これは区の災害対策本部への重要な情報伝達手段になります。この無線は区内各所の情報を直接伝えるもの。その地域がどうなっているのか、何の支援をすればよいのか、そういった状況報告を災害対策本部に伝える重要な手段になります。この他にも葛飾区では区民の皆さんに情報を伝達する手段の確保に努めています。それは公共メディアとの協定に基づくもの。ケーブルテレビや葛飾 FM と災害協定を結び、非常時の情報伝達手段を確保しています。ケーブルテレビには災害協定に基づき災害の発生時緊急放送を要請します。区民の皆さんにお伝えしたい情報をテレビで視聴することができますので、災害発生時にはケーブルテレビを活用することもできます。番組の途中ですが、ここで地震に関する緊急速報をお伝えします。また災害発生時には葛飾 FM が緊急災害放送を開始します。葛飾 FM は区との協定に基づき災害発生時に区の緊急放送局としての役割を担います。停電などで防災行政無線やインターネット、テレビなどが使用できない場合でも、 FM 放送は携帯ラジオなどで受信することができますので、ライフラインの寸断による情報の断絶を回避する策として期待されています。念のため津波を警戒してください。葛飾 FM では情報が入り次第お伝えしますので、このままお聞きください。